現在、国会にて自衛隊による敵基地攻撃能力の実現可能性について議論が進んでいるみたいだね。中国や北朝鮮は、毎年のように日本に対して武力的な威圧を強めているもんね。日本に対して、敵国内陸部から弾道ミサイルを発射されようとしている場合、現行の法律及び装備体系では、日本はただ撃たれるままにされ、ミサイルをただ単に迎撃するしか手はないぜ。うんうん。さて今回は、そんな状況を打破するための人に意識地対艦誘導段階の延伸化について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。さて、現代戦においては、攻撃側が圧倒的に有利であり、弾道ミサイルなどの長距離ミサイルの迎撃については、特に防御側が不利な状況となるよ。そのため、ただ単に防御に専念していれば、いずれは防衛網を突破したミサイルが、国民の生命や財産に危害を及ぼすことになるだろうね。そのため、一方的に迎撃するだけではなく、攻撃地点を特定し、攻撃手段を破壊することで、敵の攻撃手段を奪い、日本を防衛するという攻勢防御の手段として、日本は敵基地攻撃能力の議論を国会で行っているんだ。そして、日本では2020年12月18日の閣議において、スタンドオフ防衛能力の強化が承認されたってわけ。このスタンドオフ防衛能力とは、敵の脅威圏外、敵の攻撃射程圏外から、敵勢力に対しての攻撃能力を有するということであり、具体的には、長射程のミサイルを開発、配備することが目的となっているよ。それを実現するため、陸上自衛隊で運用されている人に意識地対艦誘導弾の能力向上型を開発することが決定され、2021年から2025年までに394億円の予算が計上され、開発を実施することとなったんだ。現在配備が進んでいる人に意識地対艦誘導弾は、88式地対艦誘導弾の後継として開発され、2012年より配備が進められている、陸上自衛隊の国産第2世代の地対艦誘導弾システムだよ。人に意識地対艦誘導弾の射程距離は百数十キロメートルとされており、2017年度より射程の延伸化に向けた改良型人に意識地対艦誘導弾階の開発が進んでいるね。人に意識地対艦誘導弾階では、海上自衛隊で配備が進む人7式艦対艦誘導弾をベースとして、射程距離を 200km 程度まで延伸させることを目指しており、2022年度までに開発完了の見込みなんだ。そして、2020年12月に閣議決定された方針に従い、人に意識地対艦誘導弾能力向上型の開発を決定した防衛省は、三菱重工業を主契約者として開発を進め、人に意識地対艦誘導弾階の射程距離を 900km にまで延伸させ、射程距離 900km を達成後は、そこからさらに改良を進め、最終的には射程距離 1500km を目指すこととしているってわけ。この 1500km という射程距離は、例えば福岡からミサイルを発射した場合、南西諸島全域、そして、さらに北朝鮮の首都平壌や中国の首都北京にまで射程圏内とするほどの強大なものとなるよ。この人に意識地対艦誘導弾能力向上型には、航空自衛隊が2021年度より取得を開始している、超音速空対艦ミサイルである ASM3 と当初防衛用新対艦誘導弾2018年開発開始、2020年開発中止の研究開発にて得られた成果を盛り込むものとされているんだって。具体的には、長射程距離化を実現するために、大型主翼の展開技術とジェットエンジンの作動領域を大幅に拡大、陸上海上航空の各領域から発射可能な発射プラットフォームの多様化を図るほか、GPS 誘導システムの導入やミサイルの生存性を向上させるためにステルス性の獲得も目指しており、開発費の総額は1000億円にも達する大型プロジェクトとなっているぜ。このように日本は急ピッチでスタンドオフ防衛能力の獲得に向けた作業を加速化しているんだけど、これは、南シナ海や東シナ海など、インド太平洋において中国軍の動きが活発化していることが大きな要因だね。中国はこれまでに、日本本土はもとより、米国領グアムまでも射程圏内とする中距離弾道ミサイルドンフェンシリーズを開発し、急速に配備を進めているよ。米国国防総省が2020年に公表した報告書によれば、中国軍は2019年の段階で、射程距離 500km から 5500km の地上発射型のミサイルを1250発以上保有しているとしているみたい。この中には、米空母撃沈を主任務とし、空母キラーとの呼び名もアウドンフェン26も含まれるんだよね。だな。また、
北朝鮮もミサイル開発を積極的に進めており、日本全土を射程圏内に収めるスカッド ER や、ノドンと呼ばれる中距離弾道ミサイルの発射実験を繰り返し行っており、ついには米国領グアムをも射程圏内とする破損12型の開発にも成功しているぜ。これらの脅威に対し、日本政府は抑止力を強める必要性を強く認識することになり、長射程のミサイルの開発を進めることになったってわけだぜ。当初は、F-15J の最近代化改修計画にて、F-15J 米国が開発した長射程空対艦ミサイルである、ロラズムの運用能力を付与する方向で調整が進んでいたんだけど、米国から提示された F-15J の最近代化改修費用が予定よりも大幅に高騰したことにより、改修費用を削減するためにロラズムの運用能力付与は断念、人に意識地対艦誘導弾の改良による国産開発に舵を切ったという経緯があるんだ。日本では、これまでは憲法9条の解釈による制約から、攻撃的兵器であるとされやすい、中長距離ミサイルの開発や配備は避けてきていたよ。また、敵基地攻撃能力に関する議論は以前より交わされていたけど、米ロが締結していた中距離核戦力全廃条約 INF が運用されている状況下で、日本が先制攻撃につながる中長距離ミサイルを開発することは、国内的にも世界的にも難しい情勢だったってわけ。しかし、2020年6月に当時の米国大統領であるトランプ氏が INF の廃止を宣言、それにより、中長距離ミサイルの開発が公に進められる環境となり、米軍が東アジアにおいて中距離ミサイルの配備の検討を開始したことから、日本においても中距離ミサイルの保有に関する議論が加速していったんだ。さらにトランプ氏の後任として米国大統領となったバイデン氏も日本が敵基地攻撃能力を有することには前向きな発言をしており、バイデン大統領と岸田総理大臣との首脳会談では、今後の日米安全保障戦略の骨子となる国家安全保障戦略の改定に関する議論も進み、その中で日本による敵基地攻撃能力の保有についても盛り込まれる見通しとなっているね。現首相である岸田氏が自民党総裁選に立候補した際も敵基地攻撃能力の保有については公約に掲げており、これはすでに米国ともある程度の認識のすり合わせも完了していたからこそ、実現できたものと思われ、総裁選時の岸田氏は、米国を後ろ盾として、日本国内の敵基地攻撃能力の保有に反対する勢力を抑え込むことが可能であると判断したものと思われるよ。実際問題、軍事的威圧を強める中国に対して、米国がアジアにおいて影響力を維持するためには、主要な同盟国の防衛能力向上は喫緊の課題であり、日本の敵基地攻撃能力保有に対しては、歓迎すべき話であったみたい。日本側でこのような議論が進む一方で、対応を迫られる側の中国からは猛烈な反発の声が上がっており、日本が出雲型護衛艦に F-35B を搭載できるよう改修作業を進めていることに対する反発と比べても、敵基地攻撃能力の保有に対する反発度合いは非常に大きいものがあるんだ。これは、日本が中長距離ミサイルを保有することが、中国に対して大きな抑止力となっていることに他ならず、非常に有効な手段であるのだと言えるよな。しかしながら、日本の敵基地攻撃能力保有に対して、リベラル系の指揮者などからは、敵基地攻撃能力を保有していても移動式発射台の発見は容易ではなく効果はないという意見も出ており、敵基地攻撃能力保有よりも弾道ミサイルの迎撃能力の向上に防衛予算のリソースを傾けるべきであるとの見解を示しているよ。このような意見に対しては、迎撃能力を向上させたところで、すべてのミサイルを迎撃することは非常に困難であり、中国が極超音速ミサイルによる攻撃を実施した場合には、現状の技術では迎撃は不可能であることから、ミサイルを発射できない状況とするための抑止力として、敵基地攻撃能力の保有は必要であると言えるんだよね。これは、弾頭が核弾頭などの大量破壊兵器によらずとも、移動が不可能なミサイルサイロなどの軍事施設への攻撃が可能であると示すだけで、十分な抑止力となるってわけ。また、中国の国家首脳部を攻撃できる兵器を日本が保有しているという事実は、中国の指導者たちの行動を制約することにつながるだろうね。このように防衛省自衛隊は、着々とスタンドオフ防衛能力の獲得に向けて、人に意識地対艦誘導弾能力向上型の開発を進めているけど、肝心の政府与党の意見はまとまってはいないんだ。特に公明党は敵基地攻撃能力の保有や憲法9条改正には乗り気ではなく、与党内での調整は難航が予想されているみたい。過去、自民党の支持率が低下し、
自民党の議席を確保するために連立を組んだ公明党だけど、ここに至って、中国の膨張による軍事的緊張が高まる中では、公明党の中道路線が国防上の足かせとなってきているってわけ。自民党が本気で防衛力の強化、抑止力の強化を推し進めるのであれば、現在の自民党の政策と志を同じくする政党と改めて連立を組み直す時期に来ているのかもしれないな。中国は2022年の北京オリンピック後に台湾などの周辺国に対して、何らかの行動を起こす可能性が非常に高まっているし、その際は日本も無関係ではいれず、日本に残された時間はあまりにも少ないんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。